皆さんこんにちは、アンナです。前回というか先日パート3の動画をアップしたんですが、ナイトクライの動画をですが、録画を失敗していたというか、動画のファイル自体がちょっと破損していたため、また今回このシーンから撮り直しになります。なので初見プレイのはずが初見になっていないという、まあ途中までなので、こんな風に二人のクルーと会話をするわけですが、教授は一人で探索に行かされてしまうという。で、船がここにあってですね、足跡か、まだ新しいな。教授が足跡を発見して、複数人の足跡を発見すると、奥の茂みに向かって消えてるから、この奥に進みます。この先、こことこの、なんだろう、洞窟のある部屋にたどり着くまでもほとんど見てしまってるから、結構サクサク進むかもしれないけど、まあその分進展も早いと思うので、ここに見張りがいるっていう。駆け抜ける、ダッシュダッシュ。うん見つかってしまうのかな。光に当たると見つかるのかもしれないけど、そこはまだ検証してないというか、実際に自分の目では確かめてないから何とも。錆びついたガスボンベ、1970年と年号が打たれていた。このゲームでは一応現代と同じあれなのかな、2015年ということになっているのかな、2016年か。はい、これは肉筆だな。この部屋の人間の日記っぽかったんですけどこの後の教授のコメントがちょっと面白かったというか、何を食べても美味しいとしか書いてないな。ちょっと意味深な、あれでした。CH16。これで、この無線機、左にある無線機で、チャンネル16に合わせるっていう。ベティ・ページ。1950年代。いつの時代の人間というか、何なんだろう、これは、シザーマンと関係があるのかな、この、1970年代とか1950年代とか。教授もレフティーに憧れて、野球してたらしいです。野球っていうか、フライドチキンを売ってそうなイメージなんですけど。スマートフォン用の充電器なんで、一応セーブします。完了。あ、ここに本があったんだ。それ以外にも複数の言語の本がある。アラビア語、多国籍の人形をここ使っていたとも思えんが、なるほど、クルーの中に犯人がいる可能性があるのかな。個人的に一番怪しいのはエリックだけど。はいはい、無線機で、もう一回見てるから何も反応が普通なんだけど。警備隊、もう繋がった。繋がりましたよ。
めーでめーでめーで、こんなにめーで言うものなのかな。緊急の救助。今まで出てきたキャラクターの中に犯人っているのかな？ちょっとよくわからないんだけど。軍手。滑り止めのゴムがついた軍手。これは触っていいのかな？おっと。まだガスボンベが生きているのか。爆発しなかった。いつボカンといくかわからんな。やっぱり爆発する可能性ありますか。あ、セーブしてないけど、この先にあったか。音が怖いから最近はヘッドホンあんまりしてないんですけど。あれ？これってどっちに行けばよかったっけ？から来て、この道って、もう気づいたっけ？気づかなかったかな？確か私はパート3、前回あげた時点では、この道を先に探索したんですけど、この先にちょっと気持ち悪いものがあったので、いや、進めない。ん？お、左側に進めばよかったのかな。ちょっとここは覚悟しておいた方が。と、これが、汚らしい布。瞬間接着剤。このセリフからして、教授が怪我をする可能性があるような気がする。形してるけど、調査団でも結成したい。もう落ち着いたら調査に来るつもりらしいですが、ゾンビなのか、拉致された人々なのか。でもそれなら助けを求めて声上げたりしそうだけども。ドラ、こっちに来る必要あったのかな、そもそも。ちょっと急いで走って、もう少し進んだとこだったかな。これで、ね、ボール。一度見たとはいえ、やっぱり怖いんですけど。してもずっとあんなドラ眺めてるって無謀ですよね。後ろ確認しないとか。無謀じゃない、無能。
こは確か何もなかったかな。はい。うわっ、ちょっと何これ。今手が出てた。白い腕が伸びてたけど、ちょっとここに来て、うわっ、これもう一回見たのに、ここに来て死んだらちょっと私も嫌なので先にセーブします。完了。これなんでしょう。うわ、動きそうなんだけど、うん、ただの稚拙な彫刻。もう気持ち悪いな。この棚の間にこんなものが。あ、何これ、しょうがねえな。何その名前は。黒川よしみ、君彦山本、なんか日本人っぽい名前がたくさんあるけど、そんな日本人らしき人物は今のところ一人も見かけていないけど。食材、うん、本当に、うん、そっか、これは鏡？うわ、怖い。と調べてないのは板。これもポリタンク。うん、2、3回調べろっていうことだったからちゃんと調べとこう。他は？うん、何も入ってない。もう一度だけセーブします。セーブが完了しました。服がなんかまだ、これが調べられる。女性のもの、ボートで上陸したのは男女いるということか。うん、テロリストの可能性は低い。うん、特に何もない。ん？この部屋って大して何もないのかな？見張りはどうなったのかな？消えてる。ちょっと怖くない？なんで消えてるの？もうやだ。で、ここじゃない。こっちと、こっちにまだ行ってないんだけど。走っていいのかな？また見張りが。え？画面外クリックしてた。お、やばい。やはりいたんだけど。こっちはいけないということ。一度エリックとコービーのいたところに戻ればいいのかもしれない。とこの小屋じゃなくて、
ドボンしてなくてもわずかに、なんだろう、この森の虫の鳴き声のような音が聞こえてくる。さっきの道はここに繋がってただけかな。わあ、怖い。ん？これちゃんと戻れるのかな？戻れない。ちょっと待って、戻れないのこれ。え？嘘。うわ。嘘。戻れない。ういひひ。どういうこと？どこに行けばいいんだろう。さっきの小屋に戻るのかな？人の骨。こんなの今初めて気づいた。もう、ヘトヘトヘト。なんとかなるだろうじゃないよ。この先私は何をすればいいの？まだ洞窟の先に調べる場所があるのかな？見張りもいなくなってるし、なんか、不気味なんだけど。ふぅ。プリミティブな代物。宿坑建造物。あ。ここに何かある。よく吐き。清められているようだ。もう一回。何もない。あ？手のひら台のようなオブジェ。音がおかしくない？もう何も落ちてないようだ。ここに来てた見張りが落としてったのかな。なんか不気味な音楽が聞こえるような気がする。怖い。あ、この先にあるんだ。あとても怖い。セーブする。完了。あ、こんなところにも。あ。Those people I saw along the mountain pass in the caves were wearing this mask. This one is split in half, though. ちょっと。I can't use it. なんか大きそうなんだけど。調べてはいけないのかな。失礼にしても気持ち悪いので。何か使えないかな。これは、マスク。ここでは使えないようだ。使えない。あっちの方に行ってみようかな。ほんとなんか意味不明な死に方だったんだけど、霊的な
ものかな。てっきりここは何もないと思ってたのに、洞窟が続いてるみたいで。早くエリックたちのところに帰りたいんだけど。あれ、また見張り？船から見えていた光はあの大きな滝か。嘘。じゃあさ、これ、使えないの？仮面。仮面使えないの？どうするんだろう。死んじゃうかな。仮面をどうにかして使うような気がするんだけど。使えない？こっちかな。あ、これを使うとか。これは使えないようだ。鏡に向かって使う。ここでは使えないようだ。なんで使えないんですかね。軍手は？ここでは使えない。ふざけやがって。あれ調べたら死んじゃうし。軍手を使って何かするとか。使えないか。ここをどうするかなんだけど。二人の見張りの目をかいくぐっていくという方法しかないかな。教授自身が仮面をつけて周りと同化するとかできたらよかったんだけど、できないっぽいし。あ、ダメなの？もうわかんない。わからないのでもう次回にします。ということで、ここまでご視聴いただきありがとうございました。